私、26、彼氏29。女、彼の会社の部下、32。数日前に、婚約している彼の会社で忘年会があった。彼とは同棲していて、来年には結婚する予定。で、その忘年会で、会社全体の飲み会が終わった後に、部下の女と、二人で飲み直したそうで。まあ、よくある話で、私に隠れて、女と飲みに行かれた。というか、行こうとしていた。その忘年会の夜、いつもより、メールの返信が遅いのと、終わるであろう時間に、いつもの電話が来ない。変だ。と、私自身が勘が鋭かったこともあって、すぐに行動に移した。幸い、彼の会社の飲み会をしていた居酒屋は、すぐ近くにあったので、居酒屋で待ち伏せすることに。なぜ居酒屋まで来て待ってるのか、あれこれ理由を考え。連絡来ないから、酔いすぎて帰ってこれるか心配だったから。と、めちゃくちゃな理由にした。でも、いつも二次会には行かない人だから、以前にも迎えに行って、近くのラーメン屋に行って帰ることもあった。居酒屋の出入り口から、近くになる物陰に隠れて待機。しばらくして、彼と会社の人たちであろう複数の人たちが出てきた。それと同時に、私の携帯にメールが、今日は、みんなと二次会に行くね。とあった。なんだ、二次会か。と思ったら、彼氏と女が、二人で集団から離れて歩き出した。私も、こっそり後をついてく。かなり心臓がバクバクして、体が震えていた。寒いからかもしれなかったけど、歩いて人気が少なくなってきたところで、女が彼に腕を組んで寄りかかった。正直、テンパった。けど、証拠を抑えようと、ムービーを起動させた。街灯や並んでいる店の明かりで、はっきり映っている。好き。と女が大きな声で言った。テンパっていたけど、怒りが爆発して、おい。と近くまで行って声かけた。二人が振り向いたところで、携帯を下ろす。女が、やべ。と声に出した。何してんの？あんたら、ねえ。みんなと二次会に行くんじゃなかったの？と彼氏に詰め寄った。いや、ああ。とか言ってる。腕組んで、何が好きだよ。おい、女、お前もふざけんなよ。彼氏は、会社全体に、来年には結婚することを言ってあるから、お前も知ってるはずだよな。女は、ああ、まあ。とか言ってる。何も言わない、否定しない。つまりは、不貞を働く気だったわけだよね。と言ったら、女が逃げた。もう、彼氏も話にならなくて、一目散に走って後々に戻り、荷物まとめて、お揃いのマグカップとか思い出の品々を壊しまくった。ほんで、翌朝に、彼氏の会社にムービー持って、会社の上司と社長に、直で見せて話してきた。女は自主退職。彼も自主退職。ほんで婚約破棄。慰謝料はこれからもらう。ちなみに、女も、高スペックな医師の彼氏がいたらしいけど、連絡してやって、ムービーも見せて破局。で、今に至ります。スカッともなんもない修羅場だけど、吐き出させていただきました。ありがとうございました。